月一ハンズマン女子ということで2回目にして気合を入れてまいりましたよ。このコーナーは DIY ホームセンターハンズマンを舞台に女子目線の可愛い商品や楽しみ方を提案していく企画です。前回に引き続き教えてくれるのはハンズマン公認アドバイザーのユミさんです。可愛い女子も大好きなインテリアグッズを紹介したいと思います。おー、インテリア、はい、23万点以上の商品数があるハンズマン大野城店。店内にはこれからの季節にぴったりなクリスマスグッズなど自宅を彩る商品も揃えています。そんなハンズマン一押しの可愛いインテリアグッズ、まずはこちらに見えてますスイッチカバーになります。お、スイッチカバー、はい、うわ、またラインナップ豊富ですね。その中でもですね、こちらのスイッチカバーオリジナルのスイッチカバーなんです。かわいい。なんかこういう模様なんですけどハートみたいに見える部分もあってキュートな雰囲気もあるし、ステンレス製の本格的な作りにそれを彩るデザインがかわいいハンズマンオリジナルのスイッチカバー、そのお値段は、お値段も135円、はい、もう家中変えちゃってもいいくらいの価格ですね。本当にそうなお値段ですよね。へー、価格も魅力的なハンズマンのインテリアグッズは他にはないサイズの豊富さも特徴です。例えば自宅のデッドスペースに使えるこんなミニサイズの突っ張り棒や突っ張り棚などかゆいところに手が届く商品が多く揃っています。さらに実用的でおしゃれなキッチングッズも。おしゃれな商品の目の前にやってきました。これは何ですか？ダルトンのアカシアトレイとレシピスタンドですね。ダルトンとは国内のインテリア雑貨メーカーでアンティークテイストの家具からキッチングッズまで幅広く展開する知る人ぞ知るブランドなんです。レシピスタンドまであるんですか？はい、これね、ちょっとここにお料理本を置いてお料理を実際するもよし、ちょっとこう海外のお料理本を広げてインテリアとして使ってもよし、あと何よりこの実用的な部分も兼ねてるっていうのがいいですよね。はい、このまな板だともちろんここで包丁で何か食材を切って、しかもこのお皿としてこのままテーブルの上に出すっていう、おしゃれ、おしゃれ。素材は衝撃に強く耐久性にも優れた天然木のアカシアを使用していますので長く愛用することができます。さらに自宅をガラリと変身させるアイテムも。こちらがですね、貼って剥がせるリメイクシートになります。リメイクシート、はい、これのいいところが、はい、もうタイトルにもあるように貼って剥がせるんです、うんうんうん、なのでちょっと失敗したなと思った時ももう一回貼り直せますし、柄に飽きてきたなって思ったら剥がして戻したりすることができるんです。へー、こちらは好きなサイズにカットするだけで自宅の模様替えが楽しめるリメイクシート。さまざまな素材に対応したシール素材なので小物だけでなくこんなものまで。家具とかにも貼ってリメイク楽しめるんです。家具、はい、例えばテーブルだったり椅子だったりと、あとは階段とかにもリメイクできます。あ、そういうところにも使えるんですね、はいはい、というわけでこのシートを使ってお家のリメイクに挑戦します。選んだ場所は、今からこの階段を変身させていこうと思います。このシンプルな階段を可愛くリメイクしています。小野さんが選んだのは4種類の花柄シート。まずはシートを貼る階段の長さを測り、カッターやハサミでサイズに合わせて切っていきます。76、自信はどれ？ 20% ぐらいリメイクシートは初挑戦という小野さん、黙々と使う分のシートを切ることを15分。
わあ、切れました。ではでは今から貼っていきます。このシートなんですけど、もうこれ自体がシールになってて、こんな風に剥がれるんですよね。で、ここが粘着テープみたいになってます。シートがずれたり上手に貼れなくても、簡単に剥がして貼り直せるので安心です。果たして出来栄えは？さあ、階段リメイク完成しました。いや、どうですかこの階段。シンプルなのもおしゃれだったと思うんですけど、こうやってリメイクシートを貼ると可愛くなりましたよね。紙質とかすごく貼りやすかったので、全然初心者でも大丈夫でした。何かこう一癖加えたいみたいな時に、ぜひこのリメイクシートを使ってみてはどうでしょうか。